はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2、パート13ですね、やっていきたいと思います。前回はトマトを、栽培しましたので、次はですね、かぼちゃの種を求めて、もう少し奥の方に、探索を進めていきたいと思います。持ち物自体は、薬草5個あれば十分でしょう。これはいらないね。よし、これでいきましょう。またワープします。ここはオークのトマト農園から、この先ですね。今のマップで行くと右側、農園の生産は村人たちに任せて、オークさんが言うにはこの奥でトマトがなってるから、ちょっとパクってこう。待って、取れん。よし、トマトが6個。レベルがちょっと上がりそうだね。まあ、敵は少々倒しながら行ってみます。こいつ茨に食らってんだけど大丈夫か。あ、軍隊が入んだ。あれ、軍隊がどれ、毎回言うけど、どれがどれだっけ。さて、この奥に来て、マンドリルがいんな。マンドリル結構強いんだよね。しかも素早い。あ、なんか溜めてる。はい、まだいくか。マンドリル相手にしてらんないな。あ、花みたいなのがある。これ回収してみようか。夜行草、結局は草なのか、花ではなく。お、これはなんだ。あ、これ結局紐か。直に紐になるのか。こいつ何持ってる。これ大木の樹皮。へえ、そんなんあるんだ。海岸があって、あ、これあれじゃん、あの臭いやつ。どうしよっか、一応封鎖しとく、破壊しておこう。ほい、ボフッと。お、ハートくれたね。で、あれ、こいつなんか攻撃してくんだけど。あれ、こいつだって味方じゃないの。ちょっと見てみろよ。あそこにリリパッドどもが集まったぞ。一体何してんだろうな。いや、ここ話聞いてみようって言うけどさ、遠距離攻撃うっとうしいな。いって、しびれかよ。しかもすげえいっぱい来てる。ちょっと待って、お前ら、あれ、こいつはやってこない。っていうか色違うね。アロインプか、これ。アロインプとリリパッドって違うの。まあちょっとリリパッドさんに話を聞いてみましょう。これちょっとでかい、オサかな。人間の声をちょうどいいところに来てくれた。我々はリリパッド族、緑の草原を愛し、緑の森を守る緑の顔の一族。しかし近頃我々の仲間がハーゴン教団に寝返ってこの森まで破壊をしようとしている。悪しきアロインプか。放っておくわけにはいかん。アロインプを倒してくれたら、お礼に森を守る、じゃなくて森を作る素敵なものをやろう。紫色の顔をしたアロインプを10匹倒してくれ。 OK だ、任せろ。さっきのやつらだな。すでに死にそうなやつがいる。ほい、これで2匹目、3匹目。いてーいてー、ダメだ、ちょっとしびれがうっとうしい。あ、相手もしびれてるか。こいつ何持ってた。あ、草原の元持ってんだ。何か持ってそうだ。あ、さ、草原の元くれたよ。あれ、残り何匹。結構逃げるね、遠距離だから距離を取ろうとする。で、8匹、残り2匹か。てか、ワンサカ湧いてくるな、これ。これでなんかレベルも上がりそうな感じだけど、まだか。いって、すげえいっぱい出てきた。無限湧きか、とりあえずは。よし、目標数は達成したので、じゃあちょっとリリパッドさんに報告しましょう。まだいっぱいいるけど大丈夫この森。
人間の子よ、森を破壊する悪しきアローインプどもを倒してくれたのだな。私には分かってる、お前ビルダーだろ。先ほどの例でもあるが、ビルダーのお前にはこれをもらってほしい。どんぐり。健康な土に言われば木を生やすことができる。お、森を作ることもできる。森を作れ。草原を作り、島に緑を広げるのだ。ハーゴン巨大に負けてはならん。行き詰まったらリリパッドとオオネズミ、そして人間の古い迷惑を思い出す。なんだか分かんないけど、お前には話したいことがまだある。長話をすると飽きられそうで、興味があったらまた話しかけてくれ。また話そう。いっぺんに話してくれてもいいんだけどな。かつて島に来たビルダーはたくましかった。恵みの大樹が枯れ、土が腐った。我々はギリギリ生きてきた。ハーゴン教団の破壊に耐えて、もしお前がこの地に大樹を作るなら我々の盟約が役に立つかもしれん。盟約とはリリパッド、オオネズミ、そして人間の古い約束。この地の多くのものは忘れているが、一族の長たちは今も盟約を守り、島の希望を守っている。いつかこの島に美しい緑と恵みの風を取り戻すため。この先にある墓場半島には行ったが、墓場半島には失われた作物の種がいくつも隠されている。まだ訪れたことがないなら一度足を運んでみましょうと。50ゲット。よし、じゃあ墓場半島あっちだね。もうちょい探索もしたかったけどな。まあいいか、目的地を目指そう。あ、腐った下がいる。そこそこの強さ。腐った下に肥やし持ってんだ。この先は墓、あ、種見つけた。早くね。人間は相変わらず顔色が悪いですね。ここいらじゃ墓場半島って呼ばれている場所。壊れた教会と墓場があるところ。昔々作物の種を集めている変な人間がいた。お、ここにあるの。ほいほい。え、もうゲットしたよ、かぼちゃの種。また種を見つけた。それがチャコの言っていたかぼちゃの種。種を持っていたやつが落としていった。ひょっとしたら近くにいるかもしれない。辺りを探して辿っていこうと。ハンドリル、お前は俺の糧になってた。上がりそうでレベルが上がらない。で、ここ1個ずつか。まあ、徐々に売っていく感じかね。枯れ草はね、割と必要になるから、それなりにもらっていこう。で、ここほいほい。4つ目。あ、もうちょっと進まないとダメ。あ、墓場がある。でもこっちか。5個目。あ、導きのオーブがある。ちょっとこれはやっときましょう。導きの玉が、ここにワープで帰ってこれるのはでかいな。さて、どんどんかぼちゃの種を回収していきますか。ここなんかあれだね、なんかぽい感じだね。なんだかわかんないけど、いや、すげえところどころに埋まってんな。これで10個くらいは普通に集まるか。さらにこっち、はいはいはい。ずいぶん辿ってきたけど誰もいない。もう少しこの辺りを探してみるか。なんかあるね。あか、これ。うー、ワンワンワン。どうした、ゲレゲレ。急に墓に向かって吠え出した。種を持ってやったやつは死んだ。うん、あっちだ。え、どっち、そこに誰かいるのか。見つかってしまった。幽霊じゃん。モンゾーラ犬め、相変わらず鼻がつく。それにしてもあの気まぐれで有名なモンゾーラ犬を手なずけているとは、なかなかのもんだね。じゃなかった、何者かね。君たちはカボチャの種を探してここまで来たのか。私は今日までずっと生前育てていたカボチャの種をハーゴン教団から守ってきた。教団は本当に憎らしい。種を奪おうとするだけではなく、神聖な教会も邪悪なものに変えてしまった。
あ、さっきのところか。ものづくりの力を持つビルダーがいたら教会も正しき姿に戻せる。ビルダーだよー。ぜひとも教会を正しき姿に戻してくれ。願いを叶えてくれた種をあげよう。まずは教会の中まで来てくれたまえ。この墓とかな大丈夫、荒らして。いや、そのままにしておこう。さて、それではこっちの教会か。でも教会直すって結構しんどそうな感じがするけど、どうなんだろう。見てくれビルダー、聖なる教会の祭壇がハーゴン教団によってこんなにもまがまがしく変えられてしまった。あ、これね、邪神像みたいだな。俺は嫌いじゃないな、あの像も悪くないぜ。君は何を言ってるんだ、あんな邪神の像などすぐに壊してもらいたい。壊していいのかな。この祭壇を聖なる教会の祭壇に作り変えてはくれるだろうか。そうそうそうって、いや、そんなこと言われても。お、これは設計図を書いたか。女神像の祭壇の設計図。ろうそく、ろうそくはもう灯ってんね。壁掛け食材、祭壇、あ、古びた本とか持ってたな。女神像とかないよ。設計図というものがかつての教会の姿そのまま。女神像や祭壇は、あ、あるんだ。隠してあるって言ってる。それらを使って教会の祭壇を正しき姿に戻してくれと。あれ、本とかここにあるじゃん。これ本だよね。あ、古びた本、2つ目だ。これ邪神と壊しちゃっていいかな。邪魔、ゲット。邪神の像隠してあるってさ、これだけ。いや、もっとなんかすげえ秘密の部屋があるのかと思ったら、まあいいや。あ、ある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 。一回破壊させてもらおう。悪いね、この方が使いやすいんだよ。壁掛け食材、祭壇。じゃあ一つ一ついきますか。あれ、これも祭壇じゃん。ちょっと待って、一回ゼロに戻す。物を、ろうそく、祭壇。まず祭壇壊す必要なかったけど、だって必要なのが女神像、これもいらない。ちょっと一回、あ、お腹今どうだろう。ろうそくも出して、あ、これ邪教の祭壇だったんだ。だから普通の祭壇にしなきゃいけないんだね。邪神の像はいらないから、もう一回あれを見る。ここか、ここに祭壇置いて、ろうそく置いて、壁掛け食材か。あれ、さっき壁掛け食材って、あ、これか、ゲットしたんで、あ、これを、ちょ、待って待って待って、あんまり破壊しすぎるとわけわかんなくなるからな。これだけ、邪神の松明。よし。で、ここに壁掛け食材を置く。置く。で、真ん中に、古びた本。古びた本でいいの？まあ、いいって言ってるから、気にしないけどさ。で、女神像を一番上。はい。女神像の祭壇の設計図、完成。あいつどこ行ってんだ、指導。どっちから来たんだ。我らが教会の祭壇をかつての姿に戻してくれた。さすがビルダー、改めて礼を言おう。よく祭壇を作ってくれた。この教会は遥か昔島にやってきた古のビルダーが使った建物。島にさまざまなものを作り、何もなかった島を恵みの島に変えた。ビルダーは絶望を振りまく存在。この気配は、うん、あ、骸骨。なんだその祭壇は。己貴様ら神聖なる教団の祭壇を破壊して新しい祭壇を作ったな。
教団のやつだからギタギタにしてやろうぜ。魔物の群れ、ここで、お、魔法使いがいる。マジの魔法使いって魔導士だなこれ。ベギラマ捉えてる、多分ベギラマ、もしかしたらギラかもしれない。ベギラマ持っとけ。なんだワープしてきそう。あんま強くないけど直線上だね。行って、お、こんな時にあの魔物は待っててくれるのか、優しいな。レベル9、最大ヒットポイント。ちょっとレシピ書いてるから骸骨くんもうちょっと待ってね。鍋の蓋、あ、ようやく盾、ようやくか。そしてようやく鍋だからね、鍋の蓋。まあないよりはあった方がいいでしょう。カンカンって当たってるけど縦に当たってるのか。ちょっと逃げる、これはさすがに逃げる。ため系は OK。回収だけしとこう。だいぶ荒れてしまった。木材か。あー、ここら辺のやつってどうしようかな。まあ取っといていいか。このブロックとかさ結構強そうだよね。柱持ってくるの、ちなみに。折れた柱みたいなやつ。あ、石の円柱持ってけるわ。これは結構硬い、結構硬い。城の壁か、欲しい。この壁はなんだ、あ、壊せねえんだけど。あ、これ買って、ガチで硬い。でも城の壁は欲しいな。よくぞ教団の魔物たちを倒してくれた。ところで目つきの悪い耳の尖ったそこの君、君は一体何者かね。とてつもない破壊の力を感じる。俺は何者でもない。まあいい、君たちには世話になった。ぜひともこれを受け取ってくれ。かぼちゃの種10個、まだ足りないよね。自分で調達しなきゃいけないか。今渡した種以外にもこの教会の地下にある倉庫にはたくさんの作物の種が隠してある。床を壊すと地下倉庫に行ける。必ずやその種を持ち帰り畑に植えて育ててくれたまえ。ビルダーの手で大樹が復活し、かつての収穫祭をこの目で見れたら私は喜びで天に召されるだろうと。作物を育てて必ず収穫祭を開くから、その時遊びに来い。私を天に召したいのかねって。かぼちゃって作り方とかあんの？トマトは結構複雑だよね。地下ってどこ？あ、これか。ほうほうほう。階段がある。ちょっと狭くてさ。あ、待って待って待って。狭くてわけわかんない。あ、ネズミがいる。こんな壊れた教会の地下までよく来ましたね。あなたは勇気がある。お化けが出るって有名なんですよ。ここの神父が種を集めて農園を作っていた。この教会にはその神父のお化けが出る。宝箱にはその神父が集めていた種がある。黙ってればあります。もし種が欲しいならさっさと持っていったらどうですか。いや大丈夫、許可は得たからね。おう、あれが欲しいんだよ。いやー、キャベツあるか。かぼちゃ30個ゲットした。かぼちゃか。キャベツはないですかね。キャベツがマジで不足してんだけど。一応ちょっとこっちの方も見てみよう。 なんかあればでも犬が反応するからね。てかここからいけんじゃん普通に。裏側に通じてんじゃん。いやでも神父さんは死んでしまったのか。たまに結構なんかすげえ直接的な表現するよね。階段か、階段も一応もらっとこう。じゃあ石の階段買って、これマジ買ってんだよな。あ、石の階段こんな感じね。まあいずれ2階建てとかね、そういう家も作りたいし。今ねちょっと農業的な島だから
もうちょっと発展したところに行きたいよね。これでじゃあ作物あと作ればいいのかな。ちょっと一回拠点に戻ろう。かぼちゃの作り方だよね問題は。特に植えればいいっていうだけだったら、おおおおおおお、なんだなんだなんだ、すげえいっぱい祝福してくれてる、ありがとうありがとうありがとう、いやいやいや、ありがとうありがとうありがとう。おかえり、かぼちゃの種を見つけてきた。胎児を完成させるための作物の種が一つ見つかった。どうやって見つけてきたんです？種を守っていたゴースト、きっと思い入れがあった。大切にかぼちゃを育てましょう。あ、そうなんだ、楽勝だね。お、トマトもなってんね。ちょっと一回鐘を鳴らして一応回収しよう。レベルマックスになってくると次のレベルとかすぐ上がるっていう状況が作れそうだからね。おお、トマトはこういう感じか。まあいいや、やろう。外側で収穫していくトマト。はい、2。池の中で拍手してたな。よし、これで中に行かなくても、まあ、収穫はできる。まあ、そういう感じ。ただそれだけ、それだけです。キャベツマジでないんだよな。キャベツもうだいぶ枯渇してきたな。キャベツが、いや美味しそうではあるがすまん。キャベツは枯渇してるんだ今。貴重なんだ。申し訳ないがパンを主食にしてくれ。パンを、小麦はいっぱいある。ちょっと収穫するのめんどくせえな。キャベツは収穫しよう。で、小麦大量にあるからね。あそこにアイテムが起こってる。この前の戦闘で撒き散らされた紐。キビはまあまだちょっと少ないからね、取っておきましょう。こう収穫もやっ、なんか自動収穫してくれないかな。収穫しますか、はいみたいな。でそうすると村人が勝手に収穫してくれるみたいな。トラクターが欲しいよね、トラクターが。ガガ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 ガって勝手にやってくれる。でミミズンが何か言ってんな。ミミズンが言ってる前に、匂い匂い、どんぐり持ってるね。どんぐりを健康な土により木が生える。木をたくさん生やすと緑ができる。なるほど、とっても時間がかかる。肥料をまいてどんぐりを植える。話は聞かせてもらった。木を生やすなんて素敵じゃない。木だけじゃつまらない。木に遊具をつけて木の遊び場を作ってくれない。まあまあまあ面白そうだね。成長した木と遊具をくっつけておいて遊び場の塊を作って、新たなレシピ。ブランコ、まあ一番あれだよね、スタンダードだよね。え、ちょっと待って。どういうこと。まあいいや。まずまた畑なんだよね。畑の場所が定まらないんだよな、いまいち。この隣に畑をまた作りますか。そうするとちょっと少し整地をします。これ一回やって、岩になってんな。ちょっと泥を出すか。泥出して、本とかちょっと今一旦いらないから、これ置くでしょ。一応四隅やっておこう。でかかしを投入するか。あとまたこの緑をね、消滅させちゃっていいのかな。草原はまあ草が生えるくらいしか今んとこちょっと効果がわからないからね。でもここ結構あれなんだよな、モンスターの、あ、しまったしまったしまった、水が流れる、水が流れてしまった。登れるなこれ。モンスターの襲撃に合うからな、なるべく奥に作りたいんだけど、もう場所がないんだよね。場所がここの目の前はね、開けておきたい。18%か。パン食うか。小麦、いいや、ちょっと大量にまず収穫しておこう。マジでパン、パンが大事。
うちはパン大量生産システム。焚き火もう少し多くする？マジでガチでパンを大量生産して、いや幽霊来たな。まあ別にいいんだけども、今となっては、あ、お鍋の蓋が作れるって言ってたね。まあ頑張ってくれたまえ。ちばこちゃんマジ大変。あれこいつは、あれ俺どこに置いたっけ。あ、ここだ。お鍋の蓋は木材だけでいけんな。よし作ろう。でお鍋の蓋これも装備しよう。ほい、よし、ここで一応盾とかも揃ったね。あいつ寝てって今もう夜か。こいつを倒したら、間違えた、倒した。あ、まだいるか。攻撃力が高いんだよね。経験値も高い。お、寝るか。寝ないよな、こいつ。寝ないもんね。ジバコちゃんのとこで寝よう。さて朝を迎えて、まあ、またみんなのね一日の活動が始まるけど、ちょっと待って、お前待って。湿地帯で見つけてくれたかぼちゃの種を育てましょう。凶弾によって失われたかぼちゃの種を見つけた。大樹は完成間近、ものづくりもついに実を結ぶ。かぼちゃの種を畑に植えて芽を一つ出しましょう。 OK だ、任せなさい。どうしよう、かぼちゃ、あ、待って、たくさんの野菜、あれ野菜のさ250分の185ってさ畑の大きさだったっけ。いいや、この草原もあれにしよう、畑にしよう。カッカシを投入します。カッカシどこだ、いた。金の周りにカッカシを置くか。取り出す。支柱はちょっといらないな。支柱っていうか円柱っていうか、でこういう感じか。ここの段がちょっと泥で埋めちゃおう。もうちょっとここら辺も形作りを整えていきます。高さがねあるからね、ここもちょっと真四角にしちゃおう。で泥が気になる場合は、まあ、草原団子結構いっぱい溜まってきたんで草原にしちゃって、ほい。であとここも四角くするか。ほいほい、ほいほいほいっと。じゃあこんなもん、このくらいでいいでしょう。かがしを投入します。で1マス開けとくか、なんとなくだけど。ちょっと待って、またほんと難しい。ここら辺やっぱもう1個置く。ここよし、ここに植えよう。あとよろしく頼む。階段せっかくだから、なんかここら辺に置いとく。いや意味あるか、みんなジャンピングしていってんな。ジャンピングしててかさ、この農園に入るの、ああなるほど、水を汲んでるからだ。じゃあここ階段置いてあげよう。はい、お、いいねいいねいいね。大樹がね1段下なんだよね、このブロックが。こうやって全部壊せないよね、壊せない。大樹埋め尽くす。そうするとまたここが一段下になってるからな。まあいいや。もうここはちょっとなかなか難しい。そこまで鍛え上げるのは。あ、なんか言ってたっけ。あ、そうだ、木を植えろって言ってたんだ。木ってどんくらい必要なの。どんぐり、ちょっと遊び場遠いとな、大変だからな。じゃあここに作ろうか、せっかくだから。ちょっと待ってね、なるべく出入り口の近くがいいんだよな。ここはもう外だね。
いや、こっちら辺に作るか、じゃあ。いや、ここら辺作ろう、じゃあ。どんぐり。どんぐりを取り出して。で、まずは健康な土にしないといけないから、じゃあこっちにしよう。草原だな。草原って健康なんだっけ？で、肥やしも作るか。ちょっと、肥料。肥料って今どこに持ってんだ？道具袋。これは単なる肥やしでしょ？肥料は使い尽くしたっけ？これ探すの大変だよ。なんか検索機能みたいなのあんのかな？今日マジでわかんない。作ろう。めんどくせえから作るわ。肥やしがそもそも2個しかない。で、肥やしどこに行った今。あ、これだな。邪気の体罰とか一回いらない。で、これどかそっか。よいしょ。ちょっと家の前に持ってこよう。はい。もう作業場は常に変わる。じゃあこれを持ちます。いや、ここ風呂場並ぶな。風呂場並ぶからちょっとずらして、ここら辺で、ここに真ん中にするか。じゃあどんぐり植えます。あとはもう待つしかないよね。ブランコ自体もう作れんのか。まあ、レシピをねひらめいたから。来た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 。これはねマジで早急に排除する。まず攻撃をすればとりあえず足止めにはなる。よし、ほら、早い。排除完了してない。いたか。素手がいる。素手、ちょっと待って、こいつか。素手、素手はさすがにだからな。もう農民がわけわかんなくなるからね。今のうちにこれ、茨城県茨ソード、どこだ。茨ソード2つあるわ。しかも装備じゃねえ。取り出す。で、どの農民だ。こっちの方にいるね。お前か。お前じゃない。あ、違う違う、茨ソード持たなきゃいけないんだ。あ、装備しろ。で、盾とかも装備できるのかな。ちょっと1個だけこいつが近くにいるうちに作ろう。一応鍋1個で、鍋を取り出して、でこれと交換で、鍋の蓋を、あいつだ、こいつの近くに行って、あ、鍋の蓋は無理か。鍋の蓋を装備させらんないんだな。うん、あと大量生産システム、もうちょっと食物の大量生産システムを構築しよう。キャベツ数的にはただ100個あるからね。パンを大量生産したいんだよな。ここ小麦入ってんの？あれ、小麦どうしたっけ？小麦が入ってない。そもそも。小麦取り出して、キビの種。あ、キビの種も。小麦入れとこう。しまう。小麦意外に少なくねえか。これだけだっけ。ここもう壺置いちゃってるからな。いや、3つしか無理だな。火を置く場所がない。いや、パン作ってくれてるけど、これだな。これをちょっと変えよう。ちょっとね、待ってこっち来ちゃったから、一旦こっち食堂を、このツボックをこっちに移動させて、で、ここに火を置こう。もう2つくらい置こう。火1つしかないけど。で、ここにやると無理だから、あ、1個しか置けないかな、位置的に。で、白壁で炎。うわ、ここ狭いけどしょうがない。あ、1個だな。ここに置くと、ここが邪魔になるんだよね。いいや。
大量生産システム4つ作ってくれる。飯食ってんなお前ら。まあ、今飯中だからちょっと我慢してもらおう。で畑を耕してくれた、微妙だな。この草があるところは耕してくんないね、なかなか邪魔してるからか草が。でどうしようか、柵作る。まあいっか、作んなくて。かぼちゃの種を植えていきましょう。かぼちゃの種はどうしたんだっけ。あ、これか、40個。とりあえず植えるだけ植えていこう。いいや、全部植えちゃう。はいはい、外から。もうなんか形にこだわってらんなくなった。とにかく量、大量生産システム、これを構築する。まず置けません。あ、肥料いいか。かぼちゃどれくらいかかるんだ。てかもういいや、これさ、あれ、かぼちゃなってないからかぼちゃに指定できないのかな。まずはかぼちゃを作らないといけない。かぼちゃの種もみんなすげえな、置いちゃおう。じゃあそこかぼちゃ畑にする。こっちのさ、ここがなかなか活用されてないんだよな。何なんだろうな。まあいいや、なかなか住民を思い通りに動かそうとするのが難しいね。木の遊び場作って、まあ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 、待って待って待って、ハート一回回収して、あ、一回こっち来ちゃうんだ。あ、木なってんじゃん、もうすでに早くね。あれ、これってどこまで。ブランコ作るか。じゃあブランコ、ブランコがどれだかもうわからん。やってないのすげえいっぱいあんな。広場の入り口とかね、飼育とかじゃない、明かり、生活家具じゃないでしょ、飾り家具。あ、ブランコ飾り家具だね。でこれを自然のブランコできた。乗る、俺が一番だ、一番最初、イエーイ。すげえな、こんな小さい木にさ、折れるだろ枝が。ちょっともう一回回収しよう、回収これに任せよう、めんどくせえから。かぼちゃの種から芽が出ている、栄養満点、すごい料理ができる。ほうほうほう、それは楽しみだな。大樹にはまだまだ秘密がある。兄ちゃんは大樹のことを研究している。秘密といえば墓場のゴーストからおかしなことを聞いた。島にはかつてビルダーがいた、うん、いつの間にかビルダーは島に絶望を振りまく悪になった、うん、それハーゴン教団にとって悪ってことじゃないの。うちらにとってはさ、別に悪じゃなくてハーゴンにとっては悪っていう、そういうことだと思ってたんだけど。お、なんかこいつが言ってんな。何の依頼だ今度は。順調に発展し収穫祭も間近。ビルダーの金を鳴らしてほしい。もうこれ大丈夫でしょ。ほらこれ勝手に進むからね。例のあの話、あ、村長の話ね、町長だった。いかん、マキール殿、皆に認められてなる。ヒゲがあればいいというわけではない。自分自身の殻を破壊してから出直すがよい。まあでも努力してくれることは確かにいい。よし、トマトなりましたと。あ、トマトもじゃあ入れとくか。まずトマト、自分のちょっと食料部屋で、ここみんなの部屋だけど俺の食料部屋。トイレ漁るか一回。おお、まだいたか、すまんな、気づかなかったよ。
で、トマトも入れちゃうか。直接入れられるんだけど、なんかこれを開いちゃう。あれ、あのその祭りの旗を作って村の飾っていただきたい。お、全然そんなのいいよ。30個。多いな。それは予想していなかった。よし。あれ、ブランコって誰が言ってたんだっけ。自立した女性として自分専用のお部屋が欲しい。まずはお部屋に丸太の椅子と藁のベッド、そして松明を置く。名前の壁掛け、お部屋の内側、専用の部屋。まあ別にいいよ、後で壊すけどね。いや、かける。まだお前には早い。あ、料理ができてな。ちょ、この料理を回収してから行くか。ほい。これは何、たくさんの野菜。違う。25の10か。こいつも何か言ってんな。結構みんな要求してきてんな。かぼちゃで作った飾りを置いて雰囲気出しをする。一生のお願い、3つ作って村の好きな場所に置いてくださいと。でさ、よくよく考えたらさ、この島のさやつもさ、割とチュートリアルな感じがするよね。こんなのあるよみたいな、かぼちゃのランタンとか、まあ、チュートリアルっていうか、でもこうやって進めていくのか、そもそも。枯れてない木ってとっても素敵。緑の森を作りたい。特別な餌？どんどんひらめいていくな。森林団子。あ、部屋ね。ここちょっとじゃあ、あれ、かぼちゃにならない。かぼちゃは？まあいいや。あ、違う、かぼちゃがまだできてないんだよ、だから。あれ、ここ1個開けといたつもりなのに開けてない。なんてこった。失敗した。まあいいや。野ざらしにしとこう、ここは。とりあえず。で、もう夜か。かぼちゃのランタン。まず、ハッターの作りみたいなやつ。これ30個ね。丸太の椅子、わらベッド。これ何個作れる？全然余裕で作れる。あ、3個でいいじゃん。結局。よし、じゃあ適当につけていく。じゃあここにポチョ。え、どこに置くの？どういうこと？風呂だな。風呂がやばい、今。こいつ割り込みしたぞ、今。まあ、女性優先だからね。しょうがない。おお、おっさん、お前一番か。やるな。え、これって普通に置く？普通に置くの？ああ、ここに木のとこ。え、ちょっと待って、わかんねえ。あ、一個手前ね。じゃあ、こう。で、こう。待って。こう。いや、そういうことじゃない。そういうことではないんですよ。おい。よし、こう、こう、こう。そう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 。じゃあ、入り口のとこにはなんか分かりやすいように。やっとこう。ここ入り口だよ、的なやつ。一歩手前に置かなきゃいけないっていうか、なんかめんどくせえな。で、あ、ここはもう置ける？食材、あ、置けるね。よし、ここも。で、ここは裏、え、ちょっと待って、裏口っていうかさ、扉作ってねえじゃん、俺。いや、ここ扉にして、風呂にもすぐ行けるようにしとこうと思ったんだけど、そもそも作ってなかったわ、扉作ろう。いざの扉。で、ちょっと待ってね、これいらない、いらない、いらない。森林もちょっと一回いらない。あ、種はあと。で、これ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 。で、薬草も今いらない。どんぐりももういらないっしょ。よし、これいこう。で、取り出すもの。
扉。扉どこ？あれ、邪教の松明さ、なんかびっくりマークついてるけど、必要なの？邪教の松明、邪教の松明でもいいよってこと？そして、これ、風呂後で作ろうとしたんだよね。待って、マジでわかんねえ。整頓。整頓したけど、どういう順番になってんだ？これ説明邪魔だな、今んとこ。あ、これがいい、これくらいがいい。扉あった、よし、回収で扉を、ちょっと待ってね、うん、ここに置く。できた。寝床がようやくできた。そうか、みんなごめんよ。あ、明かりとかでもここら辺に1個置いてもいいかもね。この明かりがあるじゃないですか。ちょっとこっち暗いよね。まあ、食材、邪悪な食材でも置いとく。あいつの部屋、邪悪な食材にしよっか。で、じゃあこの扉に置いちゃおう。扉に置ける？分かりづらいな。え、ちょっと俺、また例によって俺が思っていた感じと違うから、これ破壊します。はい。外壁、もうここまで来たら外壁埋めるか。なんかもうどうでもよくなってきた。外壁これでいこう。ここがめんどくさいんだよね、段差があるから。よし、このままいこう。はい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 、54321、足りないけどいいや。どう、こんな感じでいいでしょう。素敵ですわ。きらびやかな農園で開かれるめくるめく収穫祭、想像するだけで胸が躍る。どうやってモンゾーラに来られたんですか。いや、船乗ってきたよ。あれ、てか船のやつどこに行った、あいつ。ハーゴン教団によって人間の船の利用や島の行き来が禁止されている。いや、ハーゴン教団かなり幅利かせてんね。ムーンブルクという大都会。いや、生きて、俺も生きて、ムーンブルクはマジで生きて。恐ろしい監獄にいられる。教団にとってビルダーは敵。島の外でも教団には注意してください。いや、ムーンブルク行きたいな。あと部屋ね、あのかぼちゃのランタン先に作るか。簡単そうだから。かぼちゃのランタン。あ、違う違う違う、これじゃない。あれ、かぼちゃのランタンってひらめかなかったっけ。 あったあった、足んねえ。あ、かぼちゃか。かぼちゃ大量生産モードに入らないとな。肥料やっとけよかった。今からでも間に合うかな、肥料。かぼちゃもできるのが遅そうだね。肥料投入しよう。肥やしの数が意外に足りない。2つあればマス目的にいけるかな。ここ、いや全然足んねえわ。ボフ、もう一個欲しい、もう一個欲しい。肥料がもう一個欲しい。どこだ。あった。肥やしがギリギリだな。朝になればでも肥やしたまるからね。トイレ2つ作っといてよかったな、ボフっと。よし、これで少しは早くなるかな。で、だから風呂場よ、風呂場。ミニ風呂をもうちょっとね、作りたいんだよね。大浴場とミニ風呂にするか、この先ミニ風呂にするって言ってたんだっけ、俺。なんかもう忘れちゃったけど。拡大するか、もう少しじゃ。で、板も敷き詰めなきゃいけないからね、板も。
あ、待って、あ、まあ、これ壊していいんだけど、じゃあやりかっけ、ここまで来たのか、行って19、鍋の蓋とかさ、稽古着みたいなの来たけど、あいつに任せよ、もうこっから風呂に行けるようにしようかね。いや、直接風呂っていうのもなんか、いや、普通は直接風呂か、でもちょっと一回ここも壊しちゃって、これも壊して、あ、ちょ壊しちゃったよ、あれ。うわ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 、待って、白壁は取り出しとこうと。泥も取り出しとこう。これ結構使うからね。はい。で、もう少しこっちに拡大するか。じゃあこっち、ここの方。だいぶちょっと横長になっちゃってるからね。あれ、お前も、また新しいやつか。頼むわ。いや、不眠不休で頑張ってんだ、俺。いて、お前また出んの？寝よ。夜めんどくさいね、やっぱり。あとはかぼちゃができるのをちょっと待って。かぼちゃができちゃえばかぼちゃをもう指定しちゃおう。みんながご飯食いに行ってる間も俺は頑張る。寝床はじゃあこんなもんでいっか。一回ちょっと剥がしよう、こうな、一応。よし、出よ。ちょっと板だね、板必要だね。ドン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 、これは普通に壊す。で、ここら辺は全部板を敷き詰めて、で、そうだな、真ん中を開けよう。いやー、ちょっと攻めえな、ここ。もう一マス欲しいな。いや、すっげえ今更だけど、待って、ここのん、この段、この段、この段、この1個を泥で1回当てて、ほい、しまった。まあいいや、ほい。ここの段を、そうね、ここの段を、この1個上の段を板にすればいいんだよね。なんかちょっと感覚が分かんなくなってきた。ほい。いや、泥足んねえな、また。3マス。あいつの部屋も作んなきゃいけないからね。間違えた。まだここ村の音楽がするから、なんかどっから外に出るのかが分かんないんだよね。ここの段まで作っちゃうか。いやー、これちょっと泥回収しなきゃいけないな。でも泥の回収は早いからね。適当にそこら辺やってくれば泥になるから。木材が割と大変なんだよね。で、ほい。で、これも邪魔だな。破壊しよう、一回。で、じゃあまず外堀から埋めてこう。分かんなくなっちゃうから。いや、これマジでどんだけ板必要なの。木材やべえな。また破壊活動しなくては。ビルダーといえども破壊活動は必要だからな。そうやって島の恵みを得て生きているのだよ。
これでも3ピン。ゲッ、とうとう泥がなくなった。ちょっと泥の回収に行こう。ここら辺でいいよ。一瞬で手に入るからね。あれ、なんかできない。はい、よし、これでもう40個だかんな。破壊活動、ここだけ不自然に穴が開いてる。採掘場、ドン、進め。もう92個か。ドン、よし、まあ119個あればとりあえずいいでしょう。もうすぐだかった。一旦これも壊して、で、ドロー、ぽい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 。いや、俺他の人のさ、ビルダーの動画とかもさ見てないけどさ、どういう風な家作ってんだろう。結構コメントとかではね、なんか俺の家の方が綺麗だみたいなしてくれてる人もいたりするけど、まあ今この村でこだわる必要はなさそうなんだよ。ゲッ、モンスターいるじゃん。ここまでだな、じゃあ、あの位置的には。で、ちょっと床作ろう。床を大量生産します。床持ってたっけ？いや、全然ねえわ。床を大量生産して、木材がな、足りるかどうかだよな。木材めちゃくちゃ使うな。いや、全然足んなそう。100個作っとこう。ちょっと待って。え、ちょっと待って、これ何 ?3 使うの？マジか、木材マジで足んねえ。木の壁も作んなきゃいけないからね、この後。仕切り用の。いやー、マジですか。まあ、いや、とりあえず木の床を敷き詰めて。4マスでしょ。で、10マスで40個使うってことだもんね。ここさ、こっち拡張したけどさ、あんまり何にするか決めてないんだよな。そういえば完全に大量生産システムにしようか。あそこのあれ、これ活用されてる？活用されてないっぽくね。限界違うのかな。これだけだと3つまでしか作れないよみたいな、この大きさだと。あ、いってる。よし、パン工場にしよう。パン工場に、パン工場を作る。あのパンだけ、小麦だけ入れといてさ、箱の中に、でひたすらパンを作ってもらう。いつの間にか腹減ってる。やべ、パンを食わなくては。ぽいぽいぽい、しまった。まあいいや、はい、しまった。あ、しまった。難しい。いや、これまた木材調達から始まるな。いや、木材調達をしたところから始めよう、次回は。敷き詰められるだけとりあえず敷き詰めておいて、で材料を全部集めきったところから次やっていこう。まあこんな感じか。ちょっと最後はね、あ、かぼちゃ回収しよう。かぼちゃ、よし、かぼちゃゲット。じゃあかぼちゃのあれを作ってから終わりにしますか。あれ、ここ肥料なくね。もういいや。で、かぼちゃ畑にするだから、ここは。よし、かぼちゃ作物って、あとでもまだまだあるね。1234567891、あと10種類か。あのかぼちゃのハロウィンパーティーみたいなやつだけ3つ作ったら終わりにしますか。木材が足んねえじゃねえかよ。
ちょっと木材、ここにある木材ちょっとこれだけ回収しよう。またくそー、木材不足だマジで。おいー、4つ木材1つでできたっけ。あ、いけるね。これ3つだっけ。で、これをどうしろって言った。置けって言ってたっけ。また例によって置くとどうなる。でかっ、ランタンじゃん。ちょっと待って、ランタンってことはじゃあこっちの方に置くか。ああ、間違えた。ああ、わらべっとがなくなっちゃった。これ1個でいいや。しかもここ今でこれでかい、ここに置ける。あ、まあちょっとでかい感じはするけど、よし、ランタンここに置こう。いいね。で、あとはじゃあここにもランタン置いてあげようか。この端っこ、ここ、よし、あと1個。小さい初めての個室、初めての個室、まあいいや。あ、明かりがなかったからってこと。まあいいや、わかんねえ。じゃあせっかくのランタンこっちにも置くか。食堂のところにも置いといていいでしょう。え、食堂でもあれだな、火がすげえかな。あ、じゃあここに置いとこ。はい、オッケー。どこだ、いた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 。かぼちゃのランタンを置いた。いい雰囲気が出そうっす。なんならもっと作ってくれてもいいっすよ。確かに雰囲気的には悪くないよね。祭りに使う衣装、どんな衣装か分かった。衣装俺が用意する。こうやって水を差してくるやつ。かぼちゃのランタンありがとう。祭りの衣装も楽しみにしてる。よし、という感じで、かぼちゃもゲットして、祭りの準備がだいぶ進んできましたね。あとやっぱりね、木材が足りないね。材料がすげえ不足するんで、ちょっと次回は木材を調達したところから始めていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。